京都競馬場最終第12競走は東王子ステークスダート 1200m 混合戦、4歳上3勝クラス16頭、向こう上面第2コーナーからバックストレッチ入ったところダート 1200m スタート地点、ゲートインが進んでいます。京都のダート 1200m はオールダートです。最終的にダートコース主のコンディションでこの最終レースを迎えます。続々と収まってゲートインは最後プラチナムレイヤー16番、この馬が最後のゲートインです。プラチナムレイヤーが今収まります。係が離れます。スタートしました。プラチナムレイヤーいいスタートを切っています。すぐさま一段です。何がいいか、間からはナックドロップス、今日も一日前2番手の位置ですが、11番のララシャンドンがつけて内から押しながら1番のロードオブザチェロ、さらには3番のサートのジベルニー、さらには4番のジェットエンブレムと好意を形成、さらに14番のプライムラインです。その直後には12番のマルモリスペシャルつけました。あとは内2番のファンヒルが好意の一角、外は6番のクリーンジーニアス、外から半分差9番のアイスリアンが追走、3馬身開きました。外目からスッとララクリュサオールがポジションを上げて、あとは内差がなく7番のタイキスオードです。そして10番のリワードマレンゴが追走しております。後方から3、4投目というところ、外からはプラチナムレイヤーがポジションを上げ始めました。さらにこの圏内には13番のバンデリオンが追走、一番後ろから8番のクリノビッグサージが運んで、さあ第4コーナーカーブから直線コースへ、残り400を通過して直線に入ったところ、先頭は5番のナックドロップスです。まだ2馬身とリードがありますが、差し馬勢がぐんぐん接近、外をついては9番のアイスリアン、アイスリアン間をついた4番のジェットエンブレムも前に接近してくる。さあ丸森スペシャル足を伸ばす、さらに外からは6番のクリーンジーニアスだ。今度は黄色い帽子9番のアイスリアンが先頭に立つか、うち応戦するようにジェットエンブレム、アイスリアン、ジェットエンブレム、そして12番の丸森スペシャル、3頭広がってゴールイン。ゴール前は3頭広がりました。最後外から丸森スペシャル、間9番のアイスリアン、そして最内4番ジェットエンブレムとゴール前は3頭の争い。さあこの3頭の体勢はどうか。その4、5馬身その少し後なんですが、4番手5番手争い、6番のクリーンジーニアス、さらには14番のプライムライン、この2頭が4、5番手をどうやら争っているようです。ゴール前3頭は内から4番のジェットエンブレム、間9番のアイスリアン、外12番の丸森スペシャル、ゴール前3頭の争い。勝ちタイムは1分12秒1です。上がり 800m は49秒0、 600m は37秒5でした。京都競馬最終12レース、間どうでしょうか。9番のアイスリアンは若干体勢不利か、4番のジェットエンブレム、外12番の丸森スペシャル、この両馬の争いのようにも見えます。さあ判定はどう上がりますか。ゴール前は3頭最終的に広がりましたが、外丸森スペシャル、内4番ジェットエンブレム、間9番のアイスリアン、3頭の争いとお伝えいたしましょう。さあしかしすんなり1着は12番の丸森スペシャル、勝利ジョッキー泉谷風磨、2着は4番のジェットエンブレム、3着は9番のアイスリアン、4着は6番のクリーンジーニアス、5着14番プライムラインで点滅を始めております。タイムは1分12秒1でした。勝ち馬確定のご案内がありますまで、お手持ちの勝ち馬投票券お捨てにならないようにお待ちください。